派手であれば派手なだけいいと思ってたんで。ちょっと気がつきました。どうしたの、一緒だよね、うん、せーの、こんにちは、エルビアン TV、 エルビアン TV のレイアンとゆです。見てください、皆さん今日はかっこいいと思いませんか。スーツです。そう、普段フェミニンな私もスーツを着るとちょっと中性っぽくなります。クーゼスのスーツが完成したので、完成した、はい、スーツを、ね、いただきましたね。いただいたんですけれども、はい、スーツ着るとかっこよくなりますね、通常よりも。はい、ということで今日は、まあ、あのイケメンになりたい女の子のためのイケメンになる方法を動画にしていきたいと思います。お、いいですね。よ、はい、それではレッツスタート。イエイエイ。はい、皆さん垢抜けてない時代ってありますか。ありますよ。あります、まあ、人生のほとんど、ま、今も垢抜けてんのかちょっと謎です、うんうん、まだ垢残ってると思う。赤残ってるまだ、うん、かっこいいかっこいいって言われるじゃないですか、うん、おしゃれしいかっこいいって言われるじゃないですか、うん、言われる。その中でどうやってやっぱ垢抜けてきたのかなっていうのを私知りたいなと思って、対談をちょっと前にさせていただいた時に聞いたんですけど、最初からショートですよね、うん、割とロング時期がないっていう。ほぼロング時期があった人、ロング時期ありました。ない、ない。ロング時期ある人。あるか。あるの。あるですか。あ、でも小学生とかだったらあるよね。ああ。あ、小学生。坊主だったんじゃないですか。坊主じゃない。坊主じゃない。小僧、小僧。あ、小僧感はずっと漂わせてきてましたけれども。なかったですよ、私は。ボーイッシュな時期もあれば、髪の毛を、ね、伸ばしていた時期もあって、服装も、多分、今はボーイッシュな服装をしてることが多いけれども、ワンピースとか着てる時もあったんですか。うん、ありました。あ、そうですか。ありました、ありました。本当に小さい時、記憶ないぐらいの時。記憶ないぐらい。写真に残ってるみたいな。多分ある。あ、多分ある、多分ある。じゃあ18歳とか、うん、もうその辺とかはもう一切着ないですか。一切着ない。あ、でもあの高校ぐらいの時が一番服装いかれてて、もうおしゃれとかそういうのじゃない、派手であれば派手なだけいいと思ってたんで。ああ、写真こちらです。あ、あ、どうドン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 。じゃあ芋な時期は派手すぎた時。派手、もう色を使いまくったっていう。芋な時代はどうでした。今も芋かなって。今はでもかっこいいですよ、本当に。今はなんかもうアスリートって感じです、うん、笑ってんだよ。違う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 。小4までうちデブだったんですよ。そうなの。今もデブなんだけど。いや今は病気して小4の時に、うん、そこからダーって痩せてった。あ、そうなんだ。え、勝った。私、小6までデブ。え、マジやった、勝った。小6まで私。じゃあ私が芋だった時もやっぱ体型的に太ってた時もだけど、肌がすごい汚かった。うん、あー、そうそうそう。今もまあ割と荒れやすいのよ。荒れやすいけど、もともと結構ニキビがあったりとか、うん、あとまあ服装もダサかった。そうなんだ。ちなみにみんなが思う女の子がイケメンになるために必要なものって何だと思う。行ってみようか。じゃあ愛理さんから、うん、髪型。髪型ツーブロとか。うん、あ、いや同じ。結構ねショートにしてから変わったよね。同じだな、同じだな。髪の毛短くするだけでさ、ちょっとかっこよくなるよね。私かっこよくなったって言われた、うん、髪の毛を短く最近したんですけど、割とそれ結構めっちゃいいよね。書き上げた時というかさ、オールバックとかにしてスーツっぽいセットアップとか着てる時は結構濃い系なんですねって言われた。人気変わりますよね、髪型。あれ、チャンネル登録しておくれ。ちょっと私はできてないんですけど、多分体型っていうのも結構大事なのかなっていう。あ、筋肉をつけるとかね。女性らしさを消すこともできますからね、筋トレで、そう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 。やっぱり体型をこうどういう風に持っていくかで、服を着た時に全然印象が変わってきたりとかすると思うし、体型っていうの大事だと思う。私メイク、うん、してした方がイケメンになると思う。なんかね、それ私がというよりかは彼女がそうなのよ。ゆうちゃんがすっぴんの時よりも化粧して結構パーツパーツを際立たせた方がイケメンに見える。うん、女の子でボーイッシュな人ってさ、最初ボーイッシュになりたいからメイクをするってなんか反してるじゃん。だからしない人が多いんだけど、メイクをすることでイケメンになる。特殊メイクじゃないんだけどさ、まあ塗り絵みたいな、 K-POP みたいな感じで、まあパレットだと思ってなりたい顔にするっていうのはイケメンだろうが可愛いだろうが一緒じゃん。うん、メイクはね、やっぱイケメンになるポイントだと思う、女の子。ちょっと傷つきました。
どうしたの、まあ、メイクしてる方がいいよって言われて、まあ、今ちょっと傷ついた。そんなことない。なんで？なんで傷ついた？そんなことないよ。メイクしてないの可愛いよって言ってもらいたいね。え、でも可愛くないからやめた方がいいよ。ゾンビみたいだよ、顔色なくて。私顔色悪いですよ。そう、そうなの。土色なの、土色。いや、本当に土色なの。え、土の子かなって思うぐらい土色なの。だから、やっぱ逆にすごいメイクした時はとっても可愛い可愛いって言うんだけど、でもまあそういうもんよね。うん、すっぴんでもこうかっこいいのお二人ぐらい。かっこいいよね、うん、すっぴんなの。肌めっちゃ綺麗じゃないですか。顔洗わないんだって。ええ、それが秘訣。ほんと水が怖いの。そうです。あ、全部お風呂入れないですよ。お風呂は入るんですけど、顔を洗わないから。あ、日課として顔を洗うっていうのがみんなあるって大人になって知ったって感じでした。あ、え、じゃあ頭とかもあんま洗わない。洗うんですよ。その時に顔が濡れる分にはいいんですけど、それはほんと拭くぐらい。顔濡れちゃったからこれがダメ。ガシャガシャとかって朝顔を水つけるのはちょっと。え、化粧水とかは塗ります？あ、塗ります。乾燥とかする？乾燥は防ぐ。化粧水する。でも、つけすぎると肌は逆に荒れるんで、つけるって言ってもこれ。あと服大事だよね。服どこで買ってるの？ユニクロ。ユニクロ。え、全一じゃん、無印。私も多分ユニクロとか無印買うよね。もう買うね。自分の場合、サイズ展開多いとこですかね。うん、あ、確かに確かに。選びやすいってことですよね。そうですそうです。基本メンズなんですけど、あのサイズ展開少ないと結局ブカブカでオーバーサイズばっかみたいになっちゃうから、ユニクロとか無印とかは着やすいですね。確かに。え、どんなにね、メンズだとサイズ何かあるんですか？え、もう S か、ものによっちゃ XS とか、ものによっちゃ F もあるし。アイリさんはどういう感じの服着るんですか？一緒だよね、うん、ほとんど一緒の服。イケメンになりたい人はやっぱ服のサイズ気にした方がいいと思う。うんうんうん。だからどんなにかっこよくてもこう体に合ってないとなかなかね。眉毛大事かな。あ、眉毛大事。眉毛大事じゃないですか。あ、眉毛、例えば眉毛、なんかさ、眉毛一つでさ、印象って凛々しいかとか柔らかいかとか、はい、友達とかで眉毛と目のこの幅、うん、間の幅が近ければなんかイケメンらしいっていうのを調べた友達がいて、うん、眉毛をどうにか自分の眉毛が上にあるから下に下げれないかっていうのを書いてました、うんうんうん、めっちゃわかる。この幅を狭くしたい願望はすごいあります。あと薄さもあるよね。ゆうちゃんは眉毛が結構割としっかり黒めで凛々しい方がイケメンなんですよ、うん、だけど私は眉毛を濃くするとその他結構薄いんです、顔が。だからなんか眉毛以外何もないみたいな芋っぽくなっちゃう。芋っぽくなっちゃう。だからね、黒とかで眉毛をやっちゃうとなんか眉毛しか見えない。眉毛歩いてて目立ちすぎて、あ、眉毛の周りすごい光ってんじゃないかぐらい眉毛しか見れなくて芋っぽくなっちゃうから、すごいコンシーラーで潰す波に色抜く時とか、マジ、白みたいなレベルまで抜いてようやくこう可愛いお顔ができる。私の場合はね、確かにあんまり眉毛描いたりは何もしてないです、マジで。描かないですか？何もしてないです。顔も洗わない。よ、え、あれはやらないですか？もうなんか日焼け止め洗ってほしい。しないです、何もしない。日焼け止めつけたら合わないといけないですもんね、こう洗わないとね。チャンネル登録しておくれ。眉毛と髪の毛と服、あとありますか？匂い。あ、匂いは大事。メンズもつけてる？メンズか。結構でも強いやつはあんま好きではなく、まあ個人的なあれですけど、爽やかみたいな。今日つけてないよね。つけてないです。ほぼつけてないですけどね。そう、うんうん、え、ちなみにじゃあ使ってる香水のお名前は？今はイソップ。イソップ。イソップってどんな匂いですか？石鹸みたいな匂い？いや、なんか結構なんか自然みたいな、うん、結構幅あるんですけどね。植物系の、ウッド系とかもあります。なんか自然な感じとか、木の匂いがだからしてます、普段。木の匂い、はい。田中木に、気をつけてない。気をつけてない。ちなみにどんな香水使ってますか？使ってない。あの柔軟剤でしっかりコーティングして。いや、でもイケメンなんだよね、柔軟剤のことあるんだけどさ、こうアスリート汗でこうかいたりとか代謝がいい人ってなんかいい匂いがするっていうか聞いたことあるよ。あ、でもなんかね、体臭ないって言われる。うん、あるよ。ない、大丈夫ない。
そうだと言ってない。汗びちゃびちゃできても全然匂いしないもんね。いいことだよね。そう、そう、田中さん家行くまで すっごい汗かくんだよね。汗だらだらできても無臭です。はい。やっぱ汗出てるからだ。何使ってます？あ、ブルガリの、紫、名前知らないですね。オムニなんて感じかな。オムニアジメデントみたいなやつ、使ってますね。女性ものです。まあ、じゃあでも女性ものでも男性ものでも、結構爽やかな香りをつけるのは結構イケメンの第一歩かもしれないね。なんかイケメンになるまでみたいなやつの過程、ちょっとあんま努力してない人だったけど、ちょっと難しかった。難しかった。今度はもっと努力してそうな方を呼びたいと思います。ありがとうございます。何もしないで大人になっちゃった。面白い。難しかったね。チャンネル登録しておくれ。はい、ということで今日は女性として生まれたけれども、まあ、今の見た目がイケメンになった方たちを呼んで、なんでイケメンになったのかという話を聞いてみました。そしてこのイケメンになれるスーツ、どこのスーツですか？クーゼスと言います。女性の体に合ったメンズパターンのオーダースーツ売ってます。このね、スーツ全部オーダースーツでございます。はい、あの生地から、まあ、どういう感じのスーツに仕上げるかっていうのも全部ヒアリングさせてもらえて作れました。いやでもすごいよ、なんか腰周りの女性らしさみたいなさ、そういったものが普通パンツスーツで出ちゃったりするんだけど、それがメンズスーツみたいな、ジャストフィットのメンズスーツみたいなパンツのデザインになったし、しかも肩幅もいい具合にガッチリさせる。イケメンってやっぱかっこいい人ってさ、肩幅も多少しっかりあった方がかっこいいじゃん。なんだけどこうメンズスーツってゴツすぎちゃう時あるじゃん、もうなんかでかすぎみたいな、ってなるとちょっとツンツン手に見えるのが、しっかりこう自然体でかっこいいラインになってるのよ、体が。だからちょっとね、こう今スーツのサイズとか見た目とかいろんなもので悩んでる方がいらっしゃったら、あのぜひ採寸会に行ってみてください。お願いします。はい、ということで、今日はクーゼスのお二人にスーツを作っていただきまして、そちらを着てみました。あのお二人の YouTube チャンネルとかも概要欄に載ってるので、ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。